回は出題1、埼玉大学2021年の問題を説明します。ナフタレン間にメチル基が直置換したメチルナフタレンには R 種類の構造異性体が、メチル基が2つ置換した G メチルナフタレンには E 種類の構造異性体が存在すると。 26G メチルナフタレンを適当な触媒を用いて空気酸化すると化合物 A が得られる。化合物 A と一連のグリコールを宇宙合するとポリエチレンテレフタラート AK 構成繊維が得られる。2ナフトールは高校族ジアルミン面と放出反応し、黄色から赤色のアゾ線量を与える。素材1は水酸化ナトリウム存在下で2ナフトールと塩化ビンでジアルミンから合成される。青に適合、数値を入れなさい。まずナフタレンですね。ナフタレンの構造式はベンゼン化ホプタースが、CH3 がこうくっつく、ここにくっつく場合と、こっちにくっつく場合かな。これは2種類ありますね。次、G メチルナフタレンは何個かって言ってるけど、まあ、ここ番号を聞いたらこれ1,2,3,4,5,6,7 な、これ1番に CH3 入れるね。ここは器が、ね、もう手が余ってませんね。で、8番、ここにくっついた。この1の1にくっついたからな。これ9、10、ね。ここどこに CH3 くっついたら、これ違うもんやな。これないやろ。だから10種類ですね。2番は10種類、E は10種類と。次、2、6、ジメチルナフタリンの適当な触媒を用いて空気酸化すると。26というのはね、こう言ったとしたら、ここは1,2,3,4,5,6,7,8だから、この26、ここに CH3 と、ここに CH3 が、これが 26G メチルナフタレン。で、これを酸化すると、酸化、空気で酸化したら、得られるのが、COOH なんだ。ここも COOH なんだけど、水ができるか、ね、水ができるんだけど、 H がここ2つでここが6やから、まあ、H2O は2つできるな。量が1,2,3,4,5,6 やから、これ3倍の大きい。だからこれ2番の化学反応式を書きなさいというのはこれになりますよね。次、A とエチレングリコール、これ A やな。これとエチレングリコールと反応するんですよね。エチレングリコールどうなるかというと、全然関係で、ここ CH2 の2つの O。なので全然上がってくるな。こっち側は CO と、これが N。これが、ポリエステルな。このポリエステルで、15度を N としたとき、この高分子化合物の分子量が 5.6×10⁴ か。これが、式量がね、242なんで、この分子量は 242N です。これが 5.6×10⁴ なので N 計算すると N は 230×10⁴ なんです。15度が230と、15度230ということは、この何単位かの数も一緒やな。15度、これが100やったらこれ100あるしね。これが230と。で、最後の化学反応式を書きなさい。これ2ナフトールと塩化ベンゼン、じゃあ何、2ナフトールな。こう、1ナフトールがあって、ね。で、ここは2ナフトールな。これと、で、塩化ベンゼン、じゃあ何、これ N2 プラスの CL マイナス。これが反応するな。これが、まあ、オルトイ、パライ、オルト、パラ、有効性やから、まあ、どこに行くかちょっとわからんだけど、まあ、ここオルトイでしょうか。な、こう反応したとしたら、だからこれは、あと N、これちょっとわからない。
で、プラス NaCl プラス H2O ですね。ここは、H があるんで、この H と OH で水、NA と CL で NaCl ができますね。で、スダン1っていうのがこれですね。はい、おります。